NHK をぶっ壊す。討伐委員会を開会いたします。議員ガーシー君懲罰事案の件を議題といたします。ガーシー君から本院規則第240号ただし書きの規定により自身に代わって浜田聡君から弁明させたい旨の申し出がございましたのでこの際これを許します。浜田君の入室を認めます。これより弁明を聴取いたします。ガーシー君代理浜田聡君。浜田君。浜田聡でございます。ガーシー議員に代わり弁明をさせていただきます。当職はすでに一般国民に向けて公会議場での陳謝処分によって作成された陳謝文を読み上げ国民に向けて真摯な謝罪を行い議員に対してもこれを提出した。歳費に対する批判については今考える最善の方法が何かを自ら判断して党への寄付そして党から地震被害の大きいトルコへの寄付という形で責任を果たすつもりである。連日のように日本国内のテレビ報道ではガーシー憎しと印象を抱かせる偏向報道が横行している。本件事案における要件適合性について申し上げます。当職のこれまでの不当院との飛行に対し前回下された公開議場での陳謝処分については当職も妥当と受け入れその陳謝の意思はすでに表明した。しかしこれまでも一貫して説明している通り日々変化していく状況の中で当職の日本国内における身辺の安全は十分に保障されているとは言えない。日々マスコミがガーシー憎しの報道を続け党に寄せられる多くの国民からの苦情や怒りの感情と接するに自らの生命や身体に重大な危険が及ぶ可能性は安易に否定できず帰国に応じる判断が極めて困難である。この状況は緊急避難に相当すると弁護士からも意見をいただいている。当職の除名処分を判断するに前述の通り処分対象議員の存在を許すことによって同等の価値以上の国民主権つまりは他の国会議員の正当な活動を著しく阻害しこれを許すことによって議場での討議や議決が著しく妨害されるに等しい行為と認められなければならない。この点当職は物理的心理的な方法をもって参議院の議場における他の議員の活動を妨害した事情はなくただ登院しないという不作為一時のみである。そしてその不登院によって他の議員に与える影響は限りなくゼロに近いものである。もちろん当職が登院しないことによって議員の本来の仕事である議論及び決議に参加しないことでの影響は否定しないがこの一時をもって他の議員の正当な活動を著しく阻害しているとは言えない。以上の通り当職の不登院という事情をもって議員を騒がし議員の体面を怪我しその情状が特に重いとの要件に該当するとは認めることができないのであるから同規則の要件を満たしたことを理由に除名処分に至ることは違法である。次に仮に処分要件に該当するとしても本事案について除名処分を下すことは憲法15条1項国民の選挙権憲法31条の適正手続きの保障憲法14条1項の平等権に違反し適用違憲であることを申し上げます。当職は参議院選挙において287,714票の得票を得て参議院議員の地位を国民からいただいた。議決に参加する議員諸君らはこうした287,714票にも及ぶ国民の声と投票意思を否定することがいかに許されないことか国会議員であれば理解できないはずがない。諸君に委ねられた有権者の顔を思い浮かべてほしい。選挙期間中当職は国会に登院せず海外から議員活動を行うことを公言して選挙活動を行ってきたものであるから投票した有権者の多くはこうした議員としての飛行自由については許容し投票したと考えるべきである。また現在もなお複数の弁護士が除名処分は違憲である旨を公に表明し多くの支援有権者はもし除名に至るならば我々の選挙権を侵害する処分であるから除名に賛同する参議院議員らの不法行為を理由に国家賠償請求を提起する表明を受けている。さらに国家賠償請求訴訟に参加しないまでもこれからも参議院議員として職責を果たしてほしいとの声も多く参議院が下した公開議場での陳謝に対してはその後の帰国せずにリモートでの陳謝文の読み上げなどによって自らの非難に対してできる限りの対応をしたつもりである。そしてこれからも参議院議員として活動し海外からでも多くの政治家や企業家マスコミ芸能界の闇を私たちのための暴露を続けてほしいとの声が多く寄せられている。確かに当職に対する批判の声が議員や国民からあるのも理解しているがその多くは当職に投票した有権者ではなくその他多数派の議員を支持する有権者の声であると理解している。このような状況において議員が当職に対する除名処分を下すことは憲政史上初の参議院による国民の人権侵害決議であり憲法の各種人権及び我が国の民主主義を破壊する決議である。言うまでもなく国会議員の地位は国民の選挙権によってこそ否定されるべきでありもし当職が国民の期待に沿うことができず罷免されるのであればそれは6年
年の任期を全うした後の参議院選挙でなければならない。仮に本件事案について院内の秩序を騒がし、特に情状が重いと判断されたのであれば、すでに同一事由において懲罰決議を受け、議場での陳謝処分を受けたにもかかわらず、同飛行の要件を前提として重複的に過重処分を下すことは、処分の下された事件に再度の処分を下すに等しく一時不再理にあたり、憲法31条に定める適正手続きを侵害する処分である。また前述した通り、要件として極めて不明瞭かつ広範に及ぶ点でも憲法31条の適正手続きを侵害している。当職の非行は不当院という一時に尽きる。これまで国会においては各種委員会や本会議で不規則発言を平然と行い、議場で話されていることを聞き取ることを困難にしている数多くの議員、国会議員である間に罪を犯した者、不祥事を起こした者、さらには先日問題となった郵便法違反という NHK の犯罪を具体的に確認したにもかかわらず、範囲がないなどとごまかし、権力を乱用して見逃している NHK に忖度する議員、この一文書に見られる内容の正確性が確認困難な文書を示して質問を行い、議場を混乱させる議員など、当職と比較してもより重く、かつ院内の秩序を乱す悪質な非行が存在しているにもかかわらず、多数派の議員らはこうした問題や不問として少数政党の議員である当職に対してのみ犯罪にも該当せず、公約として不当院を掲げて当選した人間に対し、このように除名という過去70年以上にわたって決議されなかった処分を下すことは明らかに不平等な措置である。当職が NHK 党に所属し、参議院の多数派の議員の不祥事を暴露する使命を負った議員であるという信条、社会的身分、政治的社会的関係を理由する差別に他ならない。よって当該処分は平等権も著しく侵害する点で違憲である。仮に当職が国会議員の地位を失ったとしても、当職に期待される暴露は等しく続けることを支援してくれた有権者に約束したい。その上で、今後の国政選挙において再度立候補して改めて国民に信任の判断を仰ぐつもりである。万が一当職が除名後、今後の選挙で当選した場合、または国家賠償請求訴訟の判決によって、時間がちょっと伸びておりますので、ですね、手短にしっかりとポイントをついて発言をしてください。はい、10分という時間制限ないと聞いていたんですけれど、万が一当職が除名後、今後の選挙で当選した場合、または国家賠償請求訴訟の判決によって違憲または違法の判断を裁判所が下した場合、これに賛成した参議院議員諸君らはどう国民に責任を取るのであろうか。国民の選挙権を侵害した当事者として憲法99条に規定される国会議員の憲法尊重義務を明らかに違反したのであるから、こうした結論に至った場合の賛成議員諸君らの懲罰や責任の取り方も事前に確約されるべきである。なぜならば、憲法尊重義務に違反することこそ院内の秩序を乱したことに他ならないからである。参議院議員諸君らは当職の地位を奪うのであれば、その決議判断を国民または裁判所によって否定された場合には、自らの議員の職もまた辞する覚悟を持って臨まれるべきである。あとですね、ガーシー議員から の弁明も読み上げたいんですけど、今だけに申し添えます、はい、ガーシー議員の対立として、はい、ガーシー議員が認めた弁明者があなたでありますから、はい、あなたの言ってることはガーシー議員の言ってることと同じでありますので、はい、その点はっきりしてください。はい、じゃあ、私の判断でもう少し時間をいただきたいと思います。選挙に出る前に、立花元党首より帰国せず、党員せずに議員をやれると言われ選挙に出ました。その際に自分の口でも帰国せず、党員しない旨を公約に30万近くの票を集め当選しています。確かに今となっては国会に出るのが義務と言われると、立花元党首が俺に言った誘い文句は何だったのかという疑問の念に駆られます。党首は俺を巻き込んだことを深く反省し、党首を辞められました。私が国会に行かないことの責任も含めてやと思ってます。もし今回除名というペナルティを課せられるのなら、俺が最初に聞いた言葉や、俺が30万近くに言った公約は160人ほどの方々の意見だけで保護にされるということになります。その際も、もちろん私も票を入れてくれた有権者に謝罪しますが、あなた方も私に票を入れた有権者に謝罪をしてください。それが筋だと思います。民意を無視し、たった160人、そこらの人たちだけで30万人の民意をないがしろにするんですから、それだけはよろしくお願いします。あと、これからはこういった俺みたいな人たちが立候補すると思います。あなたたちが作った世界を壊されたくないのであれば、きちんと最初からその方々を立候補の段階で排除してください。何の決まりも指導もなく、当選してからごちゃごちゃ言うのは後出しじゃんけんですよ。名札を上げてすぐ直帰する議員、入り無理
続ける議員、俺と同じく全く同意していない議員でも懲罰を希望します。俺は歳費の権利を放棄するんですから、その懲罰対象の議員もすべて歳費の権利を放棄させてください。長くなりましたが野党の皆さんに一言、あなたたちは永遠に自民党に勝てないです。それどころか顔色を伺いながら俺のように除名されないことに必死になることでしょう。それを民主主義というのなら最初から野党などいらないと思います。自民党だけで日本政府を動かせばいいと思います。ただの自民党の言いなり政党なら公明党のように連立し、自民党の続投になればいい。そうすれば無駄な選挙もいらんし、俺みたいな不純物は生まれないでしょう。そういう戦時中の帝国主義に戻せばいいでしょう。それがあなたたちの希望なんですから。短い期間ではありましたが、どのような結果になろうとも従いますが、総額に関する事案でありますので、その弁明でありますから、はい、そこに絞ってですね、はい、党の主張だとか選挙公約とは今回の事案ではないのでですね、その点しっかりわきまえて発言してください。はい、最後です。短い期間ではありましたが、どのような結果になろうとも従いますが、受け入れることは永遠にないと思っていてください。以上です。以上で弁明の聴取は終わりました。ただいま、ガーシーがですね、除名ということで、懲罰委員会の決定が下されまして、明日の半会議でこれが決定されて、決議される見込みです。でですね、ガーシーは明日で国会議員終わりという流れが出来上がってしまいました。これについてはですね、私としては、特段皆さんに、この件について、何か謝罪をしたりとか、そんなはないです。で、僕が言いたいのは、この国会議員どうもとあえて言います。個別一人一人は決して悪い人ではないんですが、このまさに集団になった時にこの人間どもはですね、恐ろしいものになるというのを痛感しています。今懲罰委員会を見ておりましたが、一人一人はお一人はすごくいい人です。鈴木宗男委員長を含めですね、共産党の人であったり、自民党の人であったり、立憲民主党の人、そして日本維新の会の人、除名が妥当であるという意見を述べている先生方、一人一人は素晴らしいんですよ。ところがですね、これが集団になるとまさに狼になる。羊を襲う狼のごとく、学校のいじめ、職場のいじめ、こんな感じじゃないですか。いじめられた人はわかると思います。いじめてくる人間のほとんどは一人一人を見たらそんなに怖くないんですよ。でも集団になった時に誰かをいじめなきゃいけない。いじめておかないと自分がいじめられるかもしれないっていう本能なんでしょうけどね。で、この人たちが何してるか、このガーシーを除名すると言ってる人たちが日頃何してるのかだけはよく皆さん知っておいてくださいね。こいつらが NHK に金払えって言ってるんですよ。この国会議員どもが NHK に金を払え、 NHK なんて見てなくても受信料払えという法律を作っている奴らなんです。そして私がガーシーを公認したのは、こういう奴らから被害を受けている数少ない、 NHK から裁判されている数少ない人、今までで2万人ぐらいです。この15年間で年間で700人ぐらいの人が NHK から裁判されて、無理やり、いやいや、受信料払わされてるんですよ。その人たちのお金を NHK 党が、今は政治家女子48党が肩代わりする、全額払うためにこの国からお金を引っ張ってきてるんですよ。政党助成金として。それを応援していただいてるのがこの政治家女子48党というか、 NHK 党、旧 NHK 党に投票いただいた。もっと言うと、この立花隆個人の戦いに賛同してくれてる方が票を入れてくれてるわけです。だから、もっともらしいこと言うんですよ、この国会議員の人たちは。しかし、国民の6割7割が NHK なんてスクランブルしろよって言ってるわけですよね。スクランブル放送もせずに、テレビがあるだけで、あるいはワンセグ、スマホやカーナビのワンセグでも金払え、そしてホテルではこれ各全室払えって言ってるんですよ。で、年金生活者の人は、これはね、お金がなくても住民税非課税の人に対しても、そんなの NHK が決めるんだから、 NHK が言う通りやるんだ、年間2万6000も払わせてるんですよ。それが今の国会議員どもなんですよ。それは自民党や公明党だけじゃないんですよ。立憲民主党も国民民主党も日本維新の会も共産党も、それをやってるから我々は民意を得て戦ってるんです。だから、そのなんだろう、このもっともらしいことを言う連中には惑わされないでください。本当に NHK に金を払えと言ってるんですよ、この人たち。何度も言いますが、そして NHK の郵便法違反という犯罪に対しては一切国政調査権を使わず、 NHK に質問すらしない。そしてさらに、今ジャニーの問題出てますね、ジャニーズ事務所の問題、この問題も一切取り上げない連中なんですよ。これまではテレビや新聞にお金や権力でね、テレビ局の電波上げたりして、国会議員がそれをまあ止めてた、組んでたんですよ。ところが、この今僕が喋ってるこの媒体は、アメリカのグーグル社がやってる YouTube です。日本の政治家どもには止められないんですよ。だから、国会を見たりテレビを見てですね、いろんな方が思いがあるかもしれませんが、今の国会議員どもは NHK に金を払えと言ってます。ジャニー北川の問題も一切、このジャニー事務所の性奴隷に対しての性搾取に関して
一切触れない連中です。そして NHK の郵便法違反にも触れない連中です。こんな奴らが国会議員をしているわけです。だから今後とも私の活動、そして私が応援している政治家女子48党であったり政治団体 NHK 党にぜひぜひ皆さんのご支持を賜りますようお願いを申し上げます。以上です。 NHK をぶっ壊す。